ただいまご紹介いただきました飯舘村長の官能でありますみんなで作り上げてきた村が原発事故によって全村避難を余儀なくされてしまいました腹が立って悔しくて憎らしくてしょうがありません全くこれは この避難生活の苦しさは、避難したものでないとわからないんではないかぐらい、って大変辛い思いをしてますが、しかし、愚痴っても残念ながら解決はしないので、必死に今、ふるさとを戻すために、頑張っているところであります。 そういう思いを、こうして全国から多くの応援に来ていただいた皆さん方に、感謝をしながら皆さん方に訴えたいことがあります。それは、戦後一貫して、大量生産、大量消費、大量破棄で日本は回ってきましたけれども、そろそろ、 私たちの暮らし方をもう一度考えてみる必要があるんではないかという時代に来てるということです。さらに、世界に誇れる我々日本人の国民性は、虎さん熊さん醤油貸してよ、味噌なくなったのよという世界なのに、いつの間にか自分さえ良ければ他人はどうなってもいいという話になってるという話であります。ですから、 まさにそういうものをもう一度考えてみるその機会に我々は遭遇したということではないかなという気がします。つまり今までどうしても足し算の中に豊かさを求めてきたものを引き算の中に本当の豊かさやあるいは幸せを見つけていくそういう 時代に来ている。それは我々のこの苦しみだけではどうにもなりません。ぜひ、こうして皆さん方が集まってきていただいた皆さん方一人一人がこの大変なとこをどういうふうに考え、どういうふうに行動し、どういうふうに過ごしていけばいいのかということをみんなで考えていただく機会にして、 30年、50年先の私たちの次の世代が、ああ、あの人たちのおかげで、いい日本ができたなというふうに、ぜひ、皆さん方にしていただきたい、そのように思っております。<laughs> ふるさとは遠くにありて思うものという有名な言葉がありますが、避難してみると、やっぱり、ふるさとは、 まさに、そこにいて、慈しむものと、こういう思いの、いっぱいであります。<laughs> ぜひ、私たちにもう一度、ふるさとに戻る、その応援を、皆さん方に心からお願いいたしまして、私からのご挨拶にさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。